はい、ついに抽選勝ちました。3番でございますんで、まあもちろん行くしかないですよね。6台まあ真ん中ぐらい行っておきますか。はい、この辺にしましょう。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてひろたです。はい、ということで久々のサスピロなんですけれども、本日は2023年の10月9日3連休最終日ですね、スポーツの日、千葉県にございますウエスタン浦安柳通り店ということで、最近結構よく人が並ぶお店なんですけれども、今日も雨ですよ。結構な雨、170名ぐらいいましたね。台数200台ちょっとなんですけどね。そんな中、私ついに抽選勝ちました。3番引きました。まあもちろんバルブレイブに行くんですが、まあ先に言っておくと、このお店だけ唯一まだバルブレイブの、まあ、4、5角ないし、それに準ずるものを私のまあ目と耳では確認していない。まあ同じグループだし入ってるとは思うんですが、まだこの目で確認していないので、はい、まあ、今日は調査も兼ねてね。幸い並びでこう6台バルブレイブもほんとすぐ埋まったんですけど、声かけてくれた人なんで、まあもう6台すべての台の状況を把握する感じで今日は調査していきたいと思います。はい、もうもちろんそのままバーンって出してね、まだ見ぬコンプリート目指してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでパチスロ界の大谷翔平、バルブレイブとカラクリサーカスの二刀流でいきたいと思います。どういうことやねん。レック、残念。いやー、ほんと久々、何ヶ月ぶりでしょうっていう感じですね。朝一抽選に勝ってバルブレイブに座るっていうのが、正直申し上げて唯一この柳通り店だけですね、バルブレイブの、まあ、4、5角を見たことがないという。もちろん使ってないとは言っていません。わからないだけっていうこともあるね。ただ見た目上確定はしていないのは唯一このお店ということで、ただ信じてはいます、信じてはいます。はい、お願いしますって感じ。はい、なんでまあしっかりと判別していきたいなと思います。あ、ちなみに周りのね、もうバルブレイブ抽選勝って取った方々もやっぱりそうは言っても埋まるんですよ。もう6台やって多分10番ぐらいまでで全部埋まったんですけど、もうサスケの動画見てきましたみたいな言ってもらってるんで、もう今ねバルブレイブの島は今チームになって、正直2以上出ました、4、5角出ましたとかっていうのは全部もう情報は共有できますんで、今日はもうサスケ軍団でね、サスケ軍団でこのお店のバルブレイブの調査と言っても過言ではないです。はい、まあ A 点じゃなかったわ。お、アキラだ、頑張りどころっていうか、これ失敗したらもうやめる。あー、1ゲーム早い、1ゲーム早い。マジでやばい、あの1ゲーム早い、マジで痛恨。よし、ビッグ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 、よいしょー、トス。チャンス目、ザコチャンス目。あ、違う、あー、なるほどね。これでマリエ否定、いやー、キューマかよ、キューマによってマリエ否定されるのだるいわ。2だもんね。でここでこれ引いてもう0だよ。やばい、やばすぎる、これ全然足りてない。あー、もう下手すぎる、ダメだ、次回に期待しましょう。ひどすぎるわ、しかもマリエも否定されてるっていう。もうタコ最低枚数ぐらいだわ。見ないで、見ないで、俺のピノステージ見ないで。よし、ワンチャン当たる、これ今のところ 60% ぐらい当たる。キューマ、
ワンちゃん当たり。はい、100で当たった。ミミズの可能性少し下がる。熱っ、赤うわー、青だー、うほー、勃起うまい、ナイスナイス、これは通そう。ユーマ通せてるのでけー。あー、マリエ引いて、ダメダメダメ、ベル引かない、ベル引かない、ベル引かない。あー、なら一生ベルディは。4ライゾーならマジ熱い。ない、これはいいペース。ナイス、これでかすぎるわ。ほぼほぼいった、無断さえしなければ。いやー、4ライゾー最高ー。お、待って待って待って、まあまあまあ、さすがに大丈夫だ。お、待って、嘘だろ。いや、大丈夫、さすがに。ああ、そりゃそうだよ、これいかかったらマジで。お、ふざけんなよマジで、やめるよそしたら。いや、さすがに、いやいや、さすがにあれいかかった、ちょっとさすがに不安になった。イメージが大事だからね、腹切りチャレンジはイメージが大事。イメージ、耐えたー、耐えたよー。いけるいけるいける、イメージ、ゲイドライブ、ない、オッケー。とりあえずミミズは切ったし、よーし、採石よしおちゃん、最高だね。やっぱ1ゲーム目の第一停止のあのもう違和感系とか、最近マジでラッシュ伸びてないからね、しっかりと。やばくない？やばくない？これ。これどうなってるの？これどうなってるの？あの、俺の革命ラッシュはどこ行ったの？あの、終わっちゃったんだよ。発展する。発展したらマジで当たる。ああ、熱い。発展。おし、当たった。300。もう当たりです。あ、ここで当たった。レア。レア。リゼロって見つけちゃった。
うまいけど本当にうまいのかこれは。あ、決戦出てきた、だる、さあ行くぞ。黒田一回叩いてみる、この何の緊張感も。え、それかエンドが出てからの方がいい。ここでいい、あ、そう、はあ、これ別にお前セーフみたいなさ、結局俺が終わらせたらお前にまだチャンスはあったような理論だよね。あ、うまい、2だよ、2だよな、頼むぜ、ナイスナイス、よしよしよし、でかいなこれ、いやナイス、耐えたー、怖えー、いやースーパーまで行かないとマジで。さっきのは本当逆にもうあれだな、期待値下振れを積んだと思って、ナイス、おお引いてる、珍しいもんな第1停止なんて1ゲーム目。いいよこのチャンスでマジで仕事したよ、これ10パー、弱いけど、あーグーグー、惜しい、あっ、あっ力、ここで京都ベル天才、いっぱい乗せますけども分かったけど、よしよし、うますぎるぜ、ドライブチャンスない、いやーうめえマジで今の、さあ自己記録更新、本日の最高記録更新まであと1回、よし、さすがに、まあミミズじゃねえな、あ、終わる、やめよっかな、9の0だからなんかダメだ、なんかもうバルブレイブ飽きたわ、おもんないわ、おもんないわ、ちょっと勝ってるしな。ということで今日はガイモンがいるウエスタンの浦安駅前店に来たんですけど、ガイモンはなんか玉芝居てますね、エヴァンゲリオンしてましたね、600ハマってたわ。まあこのお店はカバネリのお店としてね有名ですけど、あ、まあちゃんと出てる台は出てるね、
別積みに、あー、すげえ、4000枚ぐらい出てんじゃん。2500枚、1500枚、4000枚、3000枚。まあまあまあ、さすがにね、カバネリはいいですよ。あと傷もなんか3000枚出てるね。あ、そう、延々がさ、前確か六角出てたんだけど、今日も、あ、しかもそう、この角台前六角出たっつって万枚出た、9900枚とか。今日ももう3台と思うよ、多分。まあ延々はね、割も低いから入れやすいから全国的に入れてるけど、ほんとここ延々強いよね。あれ、先行で6000枚も出てる。あとからくりも気になる、これは個人的にね。6000枚、これガイモン打ってたやつかな、多分。角6000枚で角に3500枚で、で今これがもう勝負どころだね、あと1回。ああでもどれもやっぱ1回超いってんね。これも5000枚出てさ、これも3000枚、これだけまだ何も跳ねてない感じで。あ、短縮が弱すぎるけど、短縮めっちゃしてればスルーチェンジはいけたかもな。お願い。よし。よし。いや。さあ。くそいける。 75% 2回だ。いいよだ、いいよ。あー、待って待って、両方 GH じゃん、よく見たらなんかもうこれ左しか興味ないな。あー、今のすごいな、レアいな。全然よく見てなかった。中が当たりなとこまでしか見てなかった。もう一回、もう一回、もう一回、右も当たり。ダメ、いける。 75% 腹切りブレード、攻撃力無限大。よいしょー、パーフェクト。イメージしろ。そう、このイメージだった。よっしゃー、それそれそれ、完全にイメージ通り、完全にイメージ通り。イメージ、イメージ。うわー、ストックの音聞こえた。天才。1ゲーム早いとかちょっとだけ思っちゃったけどね。いや、うまいよー、これはうまい。いけるぞ、イメージしよう、イメージ。あー、いいよ、いいよ。あー、上段リプレイ。かー、10%。でーん、惜しい。イメージ、イメージ。3の3よ、スーパー、スーパー3の3よ。
もうこれで勝てねえならもう設定じゃん。来たよ。でも本物の勃起が見たいんだよね。じゃあピロタ気持ちいいとこやっていいよ。はい、どうぞ。次の第三停止気持ちいいから。はいはい、やめます。まあ設定6はほぼないでしょうということで、なんだったら何にも出てないんで設定は1でもいいし2でもいいし分からん。ただ6ではないし日頃も怪しいというところでやめます。まあそんな負けなかったからよしとしますか。ということで午後4時時点の店内状況を最後に見ていきましょう。まあまずは私も打ってましたバルブレイブですが、1個ね俺が打ってた台の隣の台が、まあ、ラッシュ30で7000枚ぐらい出たんですけどもドライブ3回とで1回分岐から200乗っけてそれで伸ばしたっていうのと、あと打ち角が、まあ、右肩でこれに関してはちょっとねドライブがどんだけ飛んでるかも分かんないんですけども17連で2200枚ぐらいか。でもラッシュ15、まあ、ドライブ1回は最低でも飛んでるね。絶対だっていう感じはしないんで、まあ、調査的には日頃の確認はできませんでしたって感じで、まあ、6.5 ですね。まずこれ 6.5 じゃねえけどイニディが角がものすごい綺麗に4000枚出てるね。まあ相当うまくないとね6でもあんな出ないんですけど、あとは傷が1台右肩で2000枚から今ちょっとへこんでる。あとはモンハンのアイスボーンが3000枚ぐらい出てるね角にが。ただまあここは序の口です。まあこれ見てもらったら分かるんですけどこれ全部カバネリっすね。まあもうやあでもこれもやめてる台もあるけどね3000枚ぐらい出てね。で角も3000枚です。4000枚か4000枚3000枚と、まあ2000枚これもなんかまあでもこれまあ一撃で4000枚とか出てんだね。あれかここからこういったんか、はい、4000枚出たり、まあカバネリは出とる。あとは鬼武者の内角に、あ鬼武者も結構出てるね。うん、大体みんな箱持ってるし、うん、まあ設定かはもちろん分かんないけどとりあえず弾は出ていると、まあ、6.5 っすね。ということで千葉県ですねウエスタン浦安柳通り店での実戦終了ということですけれども、久々に抽選勝ちまして、3番引いてバルブレイブに飛びかかっていきましたけれども、まあ正味スーパーまでの引きはめちゃめちゃ良かったと思いますね。にもかかわらずラッシュ5、ラッシュ10、ラッシュ7とかで終わってるんで、まあ、つまりスーパーでのスーパー3回やったトータル連チャン数が保証を除いて多分7、8連3回よ
90% を3回やってトータルの継続数が多分7連8連とかっていう、だからまあ20連ぐらい多分欠損してる感じなんですけど、まあそのせいで負けましたが、まあ幸い投手は32本で済んで、でまあ結局やめたんですけど、やめた理由はまあ6じゃないと思ったからですね。このねベンデッタが一番ですからね、このお店。はい、でもまあお店のまあ方針だと思いますんで、カバネリは増大して、もうカバネリ20台とかやってるんでね、はい、まあ今日もしっかり出てたんで、カバネリのお店ってことで、まあわかんない、店からしたらいやちげえよって思うかもしれないけど、もうこれはあくまで個人の感想ですってここに出しておいて、カバネリのお店ですっていう感じで、はいはい、そんな感じで、正直ね、まあ、今日バルブレブ打ってても思ったけどね、まあ、今日は全然続かなかったからっていうのもあるけど、やっぱからくりのことで頭がいっぱいに最近なりつつあるんで、まあ、とりあえず今から帰りの車の中でからくりの曲をループして帰りたいと思います。ピロタなんか今日ある？RB 成功したのがちょっとだけ気持ち悪い。ああそうだね、ピロタのレバーでね、うん、これまたじゃあ22日にお願いしたいと思うんで、はい、お疲れ様でした。あ、ごめん、はい、こんないただきチャンネルの収録スケジュールありますんで、ぜひ遊びに来てください。以上、お疲れ山でした。